山路幸男は日本の元死刑囚、16歳で母親を殺害しており、その時の感覚が忘れられないという理由から、2005年11月17日見ず知らずの女性宅に侵入、女性の胸にナイフを突き刺し強姦。10分後に帰ってきた女性の妹に対しても胸にナイフを突き刺した後、横たわる姉のすぐそばで妹も強姦。その後ベランダで一服、再び戻って二人にとどめを刺し火を放って逃走しました。目撃証言により12月19日に逮捕。逮捕後は全く反省の姿を見せることはなく、事件からわずか3年で刑が執行されました。享年25歳。何のために生まれてきたのか、山路は自分の人生に対してアンパンマンの歌詞のような疑問を持っていました。わからないまま終わる、そんなのは嫌だ。彼は逃げたのではないでしょうか。人生の答えを出すことから。